はい、こんにちは。はい、今回は明日キャンプに行くので、まあ秋ですね。秋のキャンプということで、はい、ギアをちょっと紹介していきたいと思います。一応ね、これが入ればバックパックで一つで行けたらなと思うんですけど、まあ入らないときは、なんか袋を使うか、まあしてもいいのかなっていう気はしますね。まあ、コンテナ使ってもいいかもですね。はい。はい、まずじゃあバックパックですね。これに詰め込んでいきます。これがフォークギア、キャンプでよく使っているフォークギアの、まあ、安いやつなんですけど、はい、エクストリーム80という80リッターですね。結構入るので、まあ、これにがっつり入れて、で今回キャンプで料理もするので、まあ、量的にはね、まあ、食材巻き抜いて、まあ、20キロ以内だったらいいのかな。まあそれぐらいを目指して、まあ行けたらなと思います。はい、それではじゃあテント行きましょうか。これテントですね。これパンダライトですね。パンダライトのテントと、そのインナーですね、メッシュのインナーと、でこれが、ポールですね。ポールはこの二股ポール、またポールにペグですね。はい、これでワンセットと、ワンセットで、あとはこれが座椅子ですね。座椅子はね、やっぱキャンプにおいてね、座椅子とか、あの、まあ、普通あのミニチェアとか、まあ、結構あの、なんですかね、地べたスタイルというか、地べたスタイルではこの座椅子は結構ね、足も伸ばせますし、背もたれもあるので、これ結構ねいいんですよね。軽いので、はい、ただその硬いので、まあ、これでエアクッションで、はい、これもキャプテンスタッグですね。はい、でこれはあのキャプテンスタッグのアルミテーブルですね。これはアルミテーブル、まあ、アルミのテーブルですね。これもね、ちょっと使いこなしてるというか、使い古してるというか、はい、アルミテーブルで、あとは薪関係、薪というか焚き火関係が、これがピコグリルではなく、なんちゃってピコグリルと、はい、まあこれでちょっと焚き火と料理と肉でも焼きたいなと。まあ、これがグローブですね。はい。はい、これが、まあ、焚き火関係ですね。手斧だったり、まあ、ナイフだったり、モーラーナイフだったり、まあ、ノコギリですね。ビニールがちょっと、まあ、ノコギリですね。まあ、これめったにね、今、薪そのまま入れるので、これトングだったり、着火剤だったり、はい、着火剤とかもありますね。まあ大体入れるので、そんなにねノコギリ使わないですね。あの薪ストーブに入れるためにはね、ノコギリ、まあちょっと買った、現地で買った薪の大きさにもよるんですけど、まあその時にはねノコギリ使ったりとか、まあするので、まあこれは結構、これはね重たいですね、結構ね。はい、であとは食事、あ、まずこの睡眠関係ですね。はい、ちょっとね、多分見た感じ最低でも20度ぐらいなんですけど、まあちょっと、まあ、寒い、暑いとねこれ脱げばいいので、まあ、寒いよりは暑くてもいいのかなと思って、一応モンベルの800の1番ですね。はい、ダウンハガーですね。ダウンハガーと、あと前回紹介した、サーマレストのエアマットですね。これもね 6.9 なので、これとこれ使うとね、ほんと冬、真冬でもいける仕様なので、若干暑い気はするんですけど、20度ですもんね。雨の方がいいかな。まあまあまあ、一応これ実験のために、はい、持っていきます。で、これはロゴスのエアー枕ですね。これね、結構滑り止めがしっかりしてて使いやすいですね。凹凸もあって使いやすいです。はい。あとは料理関係が、これ結構重たいんですよね。はい、これ無洗米1号ですね。で、これがオリーブオイル。
で、これ塩コショウ。で、これが重たいんですね。これキャプテンスタッグの鉄板ですね。まあこれ結構ね、使うな使うんですけど、これ鉄板重たいですね。あとはまあ、いろいろと、オピネルの、これまあ料理に使うナイフですね。あとはまあまな板とか、こういう形になって、まあこれもね、これとあの巻きセットが2つ、結構重量が挟みますね。これだけでほんと5キロ、6キロいってんじゃないかな。このこれと2つね。あとは、こっちはまあガスバーナーと、キッチンペーパーと、あとはシェラカップですね。今回は、まあ、ご飯はこういう形で、あの、1合をシェラカップで炊こうかなと思っているので、一応これも持っていきます。でメスキットパンも、一応、今回、メスキットパンも使うんですけど、肉は鉄板で焼きますし、ご飯は、シェラカップで焼くので、これまあお皿代わりですね。お皿代わりで持っていきます。で、あとは、電化製品ですね。電化製品がこれがまあオズモアクションと、でモバイルバッテリーで、でヘッドライトで体温計と、はい、ここら辺が、ま、電化製品。あれ？あ、ライトか。あの、ライト、ちょっと今、充電中ですね。はい。ライトとあります。で、これが、撮影用の三脚ですね。はい。これ三脚で。今 iPhone で撮影してるんですけど、調子悪いんですよね。なんか何回か落ちるので、怖いですね。撮れてなかったりしたらね。あと、まあ、これが一応ベースになって、これに食料と薪が入るんですけど、まあ、薪はね、一応基本現地調達で、まあ、なければ、まあ、こっちを使おうかなと。これ、まあ、だから一応車に置いとこうかなと。いうことで、まあ、これと、あと、料理じゃない、食材は、はい。この、信頼のおけるロゴスのクーラーですね。これすごいですよね、ほんと。かなり信頼を置いて、クーラーボックスで挟めば、食材がもう全然冷えちゃうので、これを持っていきます。はい。はい、これちょっと、バッグに詰め込んでいって、まあ何キロぐらいになるか見てみたいと思います。で、こういう感じですね。これが、ちょっと、ギリ入ったか。はい、こういう感じで、はい、もう結構ね、ギリギリというかね、もうほんとね、80リッターギリギリですね。はい、これでベースですからね。これに食材入りますからね。はい、このベースで測っていきます。うわー、これ重そう。入るかな、これ。こっちでやるか。せーの、あ、これこっちでやる。せーの、よいしょ。うわ、重た。え、これで 16キロ。うわ、はい、16キロです。16キロ、 16.6。 いやー、これで 16.6？ わー、結構な量だね。これで山登る人いるんだからね、すごいですね。はい、ということで今回 16.6 プラス、まあ、食材と水と、まあ、薪と考えると、まあまあ20キロぐらいにはトータルいくかもしれないですね。はい、ということで、今回はこの、まあ、キャンプに行く用のギアとバックパックと、まあ、その組み合わせというか、はい、を紹介いたしました。それでは、キャンプに行ってきます。